第2編月影第1章泉千太郎は確か魚屋だったなは日本橋の大きな魚屋です学士の柔術が悪いというなら魚屋の柔術も悪かろうハハハ正五郎はくたくなく笑うかやりの煙が離れの軒を履い柱の移動する 黄昏の樹木の多い庭に目をやった今日も風のない蒸すような夕暮れであった佐賀町の矢野家の離れに正五郎と雄次郎は部屋住みの青年らしいつましさで暮らしていた八畳の真ん中につるしたランプの光の届くところで本箱をあふれて積まれた要所の背の金文字が 鈍く光り大事に壁にかけた一着の稽古着が白く見えるほかは全く家具のない部屋である裕次郎の膝には正五郎の稽古着がのせてあった太い木綿針で破れぼつくろっているのだが容易に針が進まなかった千太郎との試合以来裕次郎の心を離れないのは相手の巨大な体育と 未だに感覚に残っている恐ろしい漁力であったその力の前に翻弄された事故の非力を悔やむ無念さは足の痛みが去った今でも彼の若い心をさいなみそれは肉体的な苦痛をすら伴った自信の喪失である道の遠きを思う少女であり柔術に対するかすかな疑念であった愛称非力なものは 所詮力の前に勝ちみがないのではあるまいか祥五郎もその体育からすれば彼と五分の弱小さであり比力である「先生」目を上げて裕次郎は机に向かった祥五郎の背に呼びかけた「先生は泉千太郎と試合をなされますか」祥五郎はゆっくりと体の向きを変えて裕次郎を見た「どうしてだな戸田」 目で笑い本を開いてうちわの代わりにして顔を折った「相手が試合たいと言えばやるよ誰ともですか襟好みもできまい」裕次郎は思い詰めた表情で「先生怒らないでください率直にお聞きするんです先生は泉と試合して勝つ自信がありますか?」「ないようであるあるようでない」 ふざけんでください先生それが勝負をやる前の本年の姿だ正五郎は静かに裕次郎を眺めたその後は無心だから勝負のことは他人の目に任せるほかあるまいな泉も強かろう掛札氷助の殺到流も凄まじかろう両位新刀流の村井半助戸塚の木島太郎などはすでに達人の息かもしれんが 矢の正五郎より優れているかどうかは本人たちも私も知らぬ「面白いな」とだ「面白くありません」「負ければ畳水蓮の折り紙がつきます」「ハハハハ大久保彦左衛門め家光なら五百畳の道場を作っていようが庭稽古では私の彦座も生えないな」とだ正五郎の明るい言葉には 一点のの陰影もないのである。四面楚歌の中でこれでいいのかと思い裕次郎は不安があった庭下駄の音がして裕次郎が振り向いた目に正五郎の姉の菅子と椿早苗の浴衣にうちわの涼しい姿が映った「第2章しさんお邪魔してもよくって」菅子は。子 縁の向こうに立って声をかけた宏というのは正五郎の幼名である影のように早苗が菅子の背後に寄り添っていた早苗は去年創立された麹町六丁目の桜井女学校の生徒で丸顔の欧風の好みからその頃にもてはやされた丸チャの典型的な娘でありキリスト教の女学校に通い西洋曲げに 紫バカマの時代の先端を行く娘だったがどこか内気な性格が彼女の自流と興風に引きずられた容姿と裏腹なものを感じさせるのである年こそ5つ以上も違っていたが寿子とは幼い頃から親しい日本橋の医療機転先小屋の一人娘であった今戸田に叱られているところですがまあお上がりなさい。 いや早苗さんも来ていたんですか蒸しますね祥五郎はひげこそ蓄えているが目の優しい動眼をほころばせて2人を生じた「早苗さんのお土産風月のビスケットよ」と早苗に代わって巣賀子が菓子袋を差し出した「ありがとう」しかしお土産をもらっても座ってもらう座布団がありませんい,いえよろしいんです。早苗は、 子の横に小さく座った。胃腸返しに結び地味な浴衣を着た寿賀子と並んで市松に盆浪日を締めた彼女の姿はひどく小娘を感じさせた「先生座布団とうちわを奥から拝借してきましょうか」と雄次郎が座敷の隅から聞いた「いいの戸田さん私たちはあなた方の主義を尊重しますわ。 子は笑って抑さえると「戸田さんはまた稽古着の繕いですのはあよく破けるのね私が繕ってあげましょうこっちへお出しなさいおよしなさい姉さん汗臭いですから」ご五郎は熱い和紙の菓子の袋を真ん中から裂いて「それよりビスケットを食べましょうおい戸田お前もごちそうにならないか」うはもうつつを 無造作に口に口入れていた早苗は落ち着いてやっと部屋を見回せる余裕ができた度々来る部屋ではなかったが東京大学の学生の頃から今学習院教師として新進文学史の肩書きまで添えた彼の生活が学生時代と少しも変わらぬのがかえって奇異な感じを起こさせる。金時計を下げ お抱え車で走ってもいい身分になっている彼が部屋に座布団を置かず暑さにうちわを用いず飾り一つない殺風景な部屋にいるのを自分の人力車で通う日常と比べて後ろめたいものを覚えた菅賀子はそれを弟の性癖だとも道楽の柔術を修行するための方針なのだとも思っただが正五郎のこの質素で 転覆を飾らぬ生活態度の中には寺らでない太い信念の線を感じるのであるこの人は大きく自分を鍛錬して私などの届かない世界を築き上げようとしているその前には女性などはクズにしか見えないのではあるまいかそう思った時「早苗さ,さん遠慮なしにビスケットを食べてくださいこれはうまいですから」。正五郎は、 まともに早苗は一つつまんだ「ひしさん早苗さんのお土産をあなたが恩に着せておすすめするのはおかしいわ」しかし私にくれたものだというので遠慮されると悪いでしょうご五郎は笑いながら早苗を見て「学校で歌を歌っていますね」「先日学校の前を通ってきましたよ」あれ 賛美歌です。早苗は正五郎の懐の広いゆったりとした性格に和やかなものを感じそれは彼女の心を明るく自由にした先生におなりになって感想はいかがですか毎日生徒に試験されているようなものです正五郎はひとつみのビスケットを裕次郎の膝のところまで運んだ裕次郎は のを終わった賀子の作ったその稽古着は褐色の麻布で裏は木綿のついた丈夫なものだったが継ぎだらけだったタコの二枚糸や木綿糸で正五郎自身も怠りなく繕いはしたが稽古の激しさに繕いの方が追いつかず下の方はボロボロにちぎれていた雄次郎は自分の稽古着を壁から取って ひざに広げたが彼のもどこから手をつけていいかわからぬまでに傷んでいたこれも巣子が作ってくれたものである「戸田さん私が作ろってあげますわ」「まあひどい切れ方ね」「巣子は稽古着を見てため息をつくような表情をした」「申し訳ありません」と彼は頭を下げ針を持った「やってあげますわ」 彼女は優次郎の膝から稽古着を取ろうとした。慌てて優次郎は稽古着を抱くようにして、いいんです。私がやります。実に汗臭くて。ああ、今度洗濯しましたら、その時にお願いします。彼は顔を赤くした。未婚の女性の優しさが彼にはどうにも重はゆいのである。菅子が彼に示してくれる行為は、 矢の家ののとしてのそれに違いなかろう。須賀子もそのつもりに違いなかったがふと稽古着を奪い合いながら壽賀子も耳を赤くした男性の肌に触れる稽古着を作ろうと言ったことに対する軽い悔いであった雄次郎にすればこの汗臭い稽古着を主家の娘に委ねる勇気を持っていなかったのである「姉さん私は人形が欲しいんですが」。 男の子の正五郎が思いついたように言ったお人形どうなさるのままごとをします <laughs> いやですわひろしさんままごとはしませんがぜひ欲しいんです先日水天宮へ参った時人形屋へ飛び込むつもりだったんですが戸田が妙な顔をしたからやめました先生私は妙な顔はしません裕次郎が不服らしい顔で抗議した いやすると私自身が妙な気がしたのかな」と正五郎は首をかしげて「どっちにしても人形を買いに入るのはおかしなものだ」「男の子のお人形私持っておりますわ」さなが言ったたででも何にいいますすの柔術着をせんと早苗は目を丸くしてその人形の姿を想像し 女らしい深い深愛着を覚えたかわいいでしょうね私お人形によく合う柔術着をこしらえて着せてからお届けしますわありがとう正五郎はそれで依頼が済んだような顔をした菅賀子姉様に形を教えていただいて柔術着,着を縫って帯は黒ですの白ですの黒の方がよく似合いますねそう黒がいいでしょうしかし早苗さん あなたは贅沢だから人形に絹の柔術着を着せやしませんかいえ<や>顔を赤くして早苗は激しく首を振ったボロを着せてください人形も手荒く稽古をしますからはいしさん人形と稽古をするんですか寿賀子はこのもしげに2人の会話に耳を傾けていたがその時になって口を挟んだ、はあやります 私は飾っってておくのかと思っていましたいや私の弟子が一人増えるわけです戸田一人では寂しいですからね早苗さん丈夫一点張りに頼みます絹はいけませんよはい菅賀子は歯に絹を着せぬ弟にハラハラしたがそれが早苗の気持ちを悪くしているとは受け取れなかった早苗は正五郎の命令に近い依頼に 喜びを感じているらしく、熱心と情熱をこの小さい頼み事に持っていた雄次郎は柔道着をつくろう手を休めてふとこの一座を見回した正五郎と早苗はよく似合う男女だと思う2人を並べてみるとまさに一服の美しい絵を感じるそしてまたそばにいる巣子の静かな湖水に似たおおらかな美貌は いなく優しい彼女の性格と一緒にこれは絶品である年齢のせいもあるがその奥深い気品が相手の親切さに緩む所生育ちの自分を時々狼狽させるそれにしても桜井女学校の生徒の早苗は彼女の歩む時も座っている時も一つの匂いのある空気を作る動いている美しい花である。 大の菊だろう福幾たる大輪の白菊ところで緑の日傘の娘は隣の青年が大川端小町と言ったがあの娘は親切であり廃戦の悲哀の時のゆえにか実に好もしい美しさだったがあの娘は花ならば何だろう花ならば戸田何を考えているか 正五郎の「叱った」を聞いた時に裕次郎は耳音で不意にラッパを鳴らされたように驚いた「何も考えていません」彼の意志とは反対に裕次郎の顔は赤くなった祥五郎の目は言葉ほど厳しくはなかった「早く繕ってしまわずと稽古ができんぞ」は裕<っ>次郎は慌てて稽古着を膝に取り上げた。 ままたこれかららお稽古にいいっしゃいますの早苗が目を見張って聞いた「夏の夜ではあったが八時を回ったかもしれぬ」「やります」「お家で柔術の稽古をなさいますの」と早苗は改めて座敷を見回した「ここではやりません庭でやります」言われて早苗は庭に目をやった樹木の多い庭である平庭には 松の古木がありあえでややつでなどの植え込みには小さな築山があって石灯籠が苔に覆われていたし空いている場所といっては縁先つ坪ほどしかなかった「早苗さん稽古が始まると大変なのよお母屋にいてもまるでお正月のお餅つきが始まったようにどしんどしんとちいびきがしますわ」。子が 福間の含まぬ明るい声で「お父様は根段が緩むだろうと心配なさっているのよ」「まあ早苗は祥五郎の文学史としてはあまりに違った感じの一面を見る気がしてしげしげと庭に目をやった彼女は時代の先端をゆく桜井女学校の女学生であった外国から輸入された新しい運動や遊戯は数えられぬほどあり そのどれもが現在の若い学生たちの興味の中心であった矢野正五郎はそうした運動競技を見向きもせずに文明開化と一緒に例えばちょんまげや平和な時世には無用の長物として配された台頭と同じに忘れられ葬られている充実に凝っている気持ちの理解に苦しんだ喧嘩好きの下等社会の男たちが 腕力を養うためならば知らずと思う。早苗は女学生であった。そうした面で愛情の対象としての正午郎に一松の溝を感じる月が出ましたね。正五郎が松の下枝にかかった月を仰いでいった。姉さん虫が鳴いているでしょう。庭の暗い方で鳴いている事務士の。 かん弱な根が四人の耳を撃った。ああしてせっかく泣いている虫が稽古を始めるともう泣きませんよ。朝まで泣いてくれない。これは少々寂しい」と小五郎は言ってからついにお茶もあげられなかった。姉さんつばきさんに思いやでお茶を差し上げた方がいいでしょう。あら手のいい老いたしね。<laughs> 悟られたか。 お土産をいただいてしまうと追い出しですものねえさなえさん」と菅子はさなえを帰り見た。さなえはただ笑ってみせた。第三章小五郎は気のせくように雄二郎を見た。もういいカットだ。は、大体よろしいです。よし。小五郎はそう言い、机の上にあった一冊の洋書のページをめくるとランプの下へ持ち出してきた。 裕次郎これだ面白いじゃないか西洋にも柔術に通じる体術がある上にその技まで似ているものがある今夜はこの技を研究してみよう正五郎は目を輝かせてページの上を指先でポンポンたたいたいかにも幼虫らしい紙の皮を高く放っているそのページには裸体の外人が組み合いいろいろに投げ 押さえてていいる写真が載っていた彼の指摘した写真は相手の股を掴んで肩に乗せて投げている図だったこれはラスラといって日本の相撲に相当するものだが組んで押さえる点は充実に通じているただこの写真を見ても分かるように彼らのは一切が力に始まって力に終わっていることだしかし取るべき点は多々あるぞ「先生これは肩車ですなそうだ」 口きらぼしで成功しなかった泉千太郎にかけてみたい技じゃないかとだ」と正五郎は近々と雄次郎を見て微笑した「わかります先生」雄次郎は少年のように顔をほてらせて大きくうなずいた「今二人の心には充実しか存在しなかった」「目の中には技の幻影しかなかった」 主従が最も純粋になる一時である正五郎は二人の女性を忘れていた弟子の裕次郎も客の早苗と主家の娘菅子の存在をいつの間にか忘却した「しかし先生この技は崩しから作りにかけて非常な無理がありませんか」「工夫だ」正五郎は短く答え平時から目を暗い天井に向けて考え込んだ菅子は 弟のこの態度に慣れていたが早苗は部屋の空気が一変したのを感じよりどころのない手持ち無沙汰に悩むのである不思議な男たちであった全身にあふれる情熱を見せて一冊の本を囲んで興奮している態度が理解できない柔術それがこの新進の文学史に書くも魅力のあるものだろうかその書生の若者早苗は雄次郎が 英語を勉強して彼女より達者なの,のを知っていた。文明的なこの書生が頬を赤くして興奮するほどの対象なのか、桜井女学校の生徒には理解できなかった。菅子は弟たちの世界を見出そうとせず、さなえを見て、さなえさん、そろそろ参りましょうか。はい、ひろしさん、私たち帰ります初めて正五郎は本を閉じて二人を見た。 いや、失礼しましたおやすみなさい早苗さんまたビスケットを持って遊びに来てください早苗が庭の植え込みを菅子の後に従って母屋に帰っていく時背後で祥五郎の声がした「今夜はあのお客さんたちで稽古が遅れた急ごう」とだ早苗は肩をすぼめる気持ちで足を運んだ祥五郎にとって彼女の訪問が かかっって迷惑だったのではなかろうかその考えは女性の誇りを傷つける壮年だった「早苗さんひろしはわがまま者ですねほんとに」と寿子は彼女の気持ちを察したように言ったが早苗はただ寂しい微笑だけで答えた「第4章裕次郎は縁の隅から4枚のむしろを持ってくると」 月光が松の枝影を映している庭に四角に敷いた正五郎はすでに稽古着に着替えていた続いて自分も稽古着を着ながら裕次郎は一体いつこの稽古着を選択したものかと考えた汗ですっかり少なく,くなったが連日の稽古に間に合わせるには洗濯の暇がない洗濯のために稽古を休みましょうといえば正五郎が怒ると思い 彼は思いい切ってやらないことにした稽古着を着終わると気持ちががらりと転換して身内の血が四肢を活発に流れ一切の雑念が虹に似て消えるのである戦場に出る武士の鎧を着た時の心に通じるものであろうか行楽を前にした少年の喜びにも近いものだったろうかともかく二人は稽古着を着ると無性に嬉しかった裕次郎は 帯を締め終わると、若い死を見てにっこりした。先生、先刻私を怒鳴られたときに、先生は私が何を考えているかお分かりだったんですかお前が夢を見ているようだったからだ。どんな夢です道草を食う夢だ。正五郎は笑ってみせたが、雄二郎は胸をつかれた。二人の女性を好もしい花に例える工夫をしていたのは、 修行中の彼には道草だったに違いない彼は若い死の自分の心を見抜く鋭さを改めて見直した裕次郎が正五郎の父で海軍艦財課長たる矢野一作に見込まれて伊豆の韮山から矢野家に書生として住み込んだのは十三歳の春であるそれ以来彼は「広し坊ちゃん」と呼ばれていた正五郎の 蕎麦役としして成長した勉強も正五郎のはるか後方から独学で学んだ柔術の手ほどきも正五郎がしてくれた懐を洋書で膨らませ竹の編み傘をかぶって天心新洋流の道場に通う正五郎と並んで彼も道場に通った時代から見れば東京大学生のこの行為は気候であった。 全身を打撲症と擦り傷だらけにし、万金孔を体中に張った。万金孔の矢野は気違い扱いされていた。気違いの心は気違いが知る。裕次郎は若い死の心にあるものを理解していた。若い彼のへきするのは正吾郎の鋭い観察力であった。裕次郎は死の前でうっかり恋を夢見ることもできない。 始めよう身軽く正五郎はむしろに飛び降りた庭の松の枝を離れた月がさえてむしろの上で一礼し終わる二人の長い影がくっきりと動いた二人だけの世界であったが礼儀は厳粛に守られた武道の正しかるべき境地と心のありどころを定めるのはまず礼儀にあり形にあることを 矢野正五郎はたった一人の弟子を相手のむしろの上の粗末な野芸子にも怠らなかったのである無言で自然体に組む王六尺の天地に今二つの肉塊は火となってぶつかり合った教わるのではなく教えるのでもなく二人はお互いに相手の虚をうかがい相手を崩し事故の作りの中に 相手の姿勢をを誘うことに眼目を置いた。長五郎が腰を引いて地腰体となり雄次郎がこれに姿勢を合わせて二つの肉体が一瞬静止した時は火を発するばかりの英気が流れ真剣な勝負といささかも変わることのない殺気があふれた雄次郎の唇を烈白の気合がほとばした。 正五郎の太がひらめいて相手の腰投げを受け止めたと思えたがそのまま後ろに雄次郎の腰を抱いて移り腰の大技がすでに雄次郎の太を大きく前に飛ばしていた影を引いてむしろの外へ飛んだ雄次郎がすさまじい地響きを立てて地面に受け見した死でもなく弟子でもなく二人の稽古は真剣に続いた。 二人の稽古は真実の勝負に続き、勝負は稽古の延長に過ぎぬとも言えた。前のはだけた稽古着の下で若々しい肉体が月を浴びて汗に光った。猛烈な三十分の闘争だった。呼吸が乱れ、雄次郎がよろめいて、受け身から体を起こした時に、正五郎は片手で髪をかき上げた。休め、雄次郎。はあ、まだ。 また夜中になる。休んでしばらく捨て稽古をしてから戦国の肩車の研究をしよう。小五郎は縁に腰をかけて無言で月を仰いだ。地面から枠くのと似て全身の毛穴から噴き出す汗は拭うべくもなかった。目に流れ込む汗を指で拭って肩車が裏を取られる危険は 後ろ帯を取られて反対に捨て身に投げられることと固め技に来られることだがこれを避ける作りは正五郎はつぶやき次から目を離さず陳死していた「雄次郎来てみ」「後ろに降りるとすでに正五郎は休憩を忘れて雄次郎を引っ張り出した矢野正五郎は天心紳陽流の福田道場でも磯野道場でも」 死の没後は稽古に立つことなくほとんど見取り稽古にのみ終始して他人の稽古から自得する道を選んだ屋敷の今では一人稽古をした雄次郎を相手にのみ捨て稽古相手を本立ち別の言葉で言えば稽古代とし己の技を思う存分にかけて稽古する方法である捨て稽古をしたまた真剣な立ち合いをやった 裕次郎が五分の戦いを挑むことは困難にせよこれは敵の攻略に不信し精魂を傾け尽くす白人の勝負であった日常柔術に関して正五郎は力学の根拠に立ち科学的な分解を怠らなかったその傍ら縁日で二足三本に売っている柔術の扇書などを忘れずに買っては読んだ矢野正五郎の実力は 各竜の呪術家たちはまだ計かり知らなかった」「先生人形を注文されましたがあれは一体どうするおつもりなんですか飾るのですかそれとも大抵遊ばれるんですか?」と裕次郎は長い間技の研究に時間をとった後で汗を拭いながら死に聞いた「気にかかるか?」「かかります」「お前と同じ私の弟子にして」 毎日稽古をするわけだ。小五郎は縁に腰掛けてゆっくり続けた。早苗さんに柔術着を着せてくれと頼んだのもそのためだ。机の上でも人形ならば稽古ができる。いちいちお前を稽古台にしたいが、それも許されぬ時がある。そうした時には人形に技の形をさせてみせるのだ。崩した時の重心がどこにあるか、作りの力をどこに集中するか。 私は自分の手首と人形で研究したいと思っているそれで先生は人形を町で買おうとされたんですかうん私はまたあの時先生が誰か女の子に人形を送られるのかと思いました先生が躊躇されるのは決まりが悪いせいだなと考えて私が買いましょうと言おうとしたんですがあまり差し出がましいのでやめましたはッ <laughs> <laughs> 正直に私も気がさしたのだ。正五郎は快活に笑った。とだもう一度捨て稽古を始めよう。疲れを知らぬ若い獅子のように二人はまたむしろの上に相対した。第五章人形を送ると約束した主はその頃、菅子の今のランプの下で彼女の話を静かにうなずきながら一方で遠い奥庭から ずしんずしんと響いてくる音に耳を傾けていた慣れている菅子にはその音も気にかからぬらしかったが客となっている人間には一種の奇異な焦燥を与えるものだった「早苗さんこのごろんとなく元気がおわいにならないのね」「私」と早苗は目を上げて思い惑うような表情になった「そうかしらお体でも」 悪いのじゃありませんこと。いいえ激しく首を振って私ね学校を下がるかもしれませんよどうしてですの父の命令ですの菅賀子は不思議なものを見る気持ちで早苗を見つめた「椿日本橋の医療機店笹小屋」は我が国最初の医療機販売の草分けでありその富も数十万を 数えられる財産家であった父の椿翔太が財界の策士であることは周知の事実であるが早苗が退学するという動機が世間によくある家の没落からでないのは明らかであったそれで早苗さんはお嫁にいらっしゃるのじゃありませんこと早苗の耳たぶが桜貝のように染まった「結婚しろ」と言うんですの私。 そのの相手というのを知りません。知っても知らなくても父は構わないのでしょう。菅子さんこんなこと許されていいのでしょうか菅子は答えに窮した。世の中の荒い風とか波とか言うべきものを知らぬ純真な相手に対して善悪の批判などを下すことは差し控えるべきであった。が菅子の心に影のように落ちてきたのは弟のことであった。彼女のみの 密かな願望だったが早苗を正五郎の妻として迎えることは古くからの願いであり口には一言も語られなかったが早苗の様子にもその思いが汲み取れたし正五郎のぶっきらぼうの態度の中にも否定はなかったと思うそれが一丁にして崩れたのが須賀子の心に寂しい穴をポツンと開けたでも お父様にもお考えがあってのことでしょうしあなたも軽はずみなさってはいけないわええでも戦いますわひそかに蓄えた決心の強さを微笑に紛らせてあら私ずいぶん遅くなっておひとましますわ早苗は気軽く立ったそこまでお送りしましょうねいいんですの大丈夫私も忠術を稽古して強くなろうかしら <laughs> そういえばまだお庭で柔術をなさっていますのね」と早苗は一番気にかかることを最後につけ出した「毎晩十二時ごろまであれなのよ」と寿賀子は庭の響きに耳を澄ます様子をした「ご覧になったことありまして柔術を」い,いえ見ると怒りますからそっとのぞいてみましょう二人はおもやから植え込みを通って のの幹の影から奥庭を見た。月影を踏んで2つの人影は狭いむしろの上で組んで転がると2つの鯛が弾丸のようにぶつかり庭土の上までゴロゴロと転がっていった寝技の攻防からどっちからともなく起きると今度は互いに襟をつかみ合った祥五郎の八つぎ早にかける技は2人の女性には 戦功に似て早く技を判別する余裕も隙もなかったが正五郎は立って足を飛ばすかと見ると我から寝て技を施した裕次郎はその度に鮮やかな線を描いて宙に飛び地響きを立てて倒れた倒れてから起きる裕次郎の動作は目に見えぬほどに早かったがそれをまた空に投げ上げる正五郎の 技のの速さと身体動作のひらめきは例えれば月にきらめく白人の閃光に等しく一瞬にして光り消えた見事な一服の活人画であった暗中に何物もない術師上の神々しいまでにさ切った境地であった荘厳な武術の神外郷でもあり悲壮なものを感じさせる自然の妙にいった武道無心の世界であった

柔術に熱中しているなど時代遅れに大思いになるでしょう」「菅子が耳元でささやいた時早苗は楓の影から月光の中に出てじっと稽古から目を離さず強く首を振った」「いいえきっぱりした小姉であった」